どんと構えていただいて何の心配もない。皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表婚活アドバイザーの植草美由紀です。月曜日のこの時間は植草美由紀の恋愛結婚相談の時間がやってまいりました。この番組は全国のリスナーの皆さんから寄せられた恋愛婚活結婚にまつわる様々なお悩みを解決していく番組です。そしてアシスタントはおなじみの木月玲さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。はい、今日もご相談寄せられましたのでご紹介いたします。ラジオネームはどいなか医学生さんから、お忙しいところ失礼いたします。いつも興味深く視聴させていただいております。面白い番組をありがとうございます。この度自分の将来の婚活について強い不安を感じているためアドバイスいただきたくご相談させていただきます。はい、私は地方国立大学に通う医学生なのですが、県内に米軍基地があり、新型コロナウイルスのクラスターが多数発生していることなどにより、非常に厳格なコロナ自粛下で大学生活を送っています。大学病院の病棟にも出入りする関係上、なかなか出会いを求めて外出する機会に乏しいです。また大学を卒業した後は地元の名古屋に戻って研修医として就職することを考えているのですが、地元に残った高校の同級生がもうすでに続々と結婚し始めていて、非常に危機感を感じています。友人の女性も過半数結婚または結婚準備の段階に入っており、また医学部の同期たちも高校生からお付き合いしている彼女と就職とともに結婚するという話をよく聞かされ、正直戦々恐々としています。また仕事と結婚の人間関係は別にしたいと思っているので、医師になると同時にどこが結婚相談所への登録をしようかと考えたのですが、いくつか不安な点があるので質問をさせていただきます。1点目は、よく結婚相談所に登録しないと結婚できない男性医師はやばいと思われてしまうのではないかという点です。知り合いの女性にそう指摘されたのですが、実際のところ結婚相談所に登録している女性からそのように受け取られてしまうのでしょうか。2点目は、研修医の給料は非常に安いという点です。社会人3年目ぐらいになってから初めていわゆる高収入となるため、給料が安い時代は相手にされないのではないかと感じます。ですが最低でも20代の間には結婚したいと考えているので悩ましく思っています。3点目は、医師の初めの2年間は初期研修といい、各診療科をローテーションするため週に 2,3 回ほど当直、病院に泊まり込みで仕事が非常に多忙です。結婚相談所というものはどのくらいの頻度で行くところなのでしょうか。長々となってしまいましたがお答えいただけると幸いです。というね、医学部はまあ6年間ですからね、多分5年生か6年生なんでしょうかね。お友達がもうね、あの同級生が地元に戻って結婚続々としてるということで、でもそれにしても早いですね。その田舎の名古屋の方ですかね、名古屋の方たち早いなと思いました。全国平均男性が30歳ですから、まあだいぶ6歳、7歳、早いのかなっていう気がしたのと、あとは、面白いこと言ってましたね。知り合いの女性が、結婚相談所で活動する男性医者、やばいですか、はい、それは誰が言ったのっていうことですね。よっぽどモテないと思われちゃうっていうことなんですかね。そのろくなことを言わないその女性は何を見て体験して言ってるのかどうか分かりませんけれども、その小さな小さな知識で、言われたことを鵜呑みにしなくてもいいです、まずね、でそれが一つね。で、焦る気持ちはとてもわからなくはないですね。周りの方がどんどんと結婚されていくと、でも実際その一般的にね、さっきも言いましたけど、一般的に考えたら30歳なんで全然遅くないんですね、逆に早い、逆に早いので、もうちょっとご自身が研修になられて、その1週間に2回3回、宿直があるということですよね、でそれをこなして、で社会に出てからでも、全く問題ないとは思います。そうですよね、それからの方がモテる可能性も、そう、まあ、実際ね、私の相談所でも医学生、活動されている方もいなくはないですけれども、
ちょっとね、あの条件が違ってきますよね。医学生 で、はい、で収入がない状態で婚活をするのと、はい、それから、研修医で、はい、バタバタとしている中で活動するのと、うん、実際に、研修医が終わって、はい、で専門が決まってね、うん、でそこからこう落ち着いて、はい、医師となって冷静に見れるのと、うん、まあ、3パターンありますけれども、はい、一番最後のパターンが一番いいんじゃないかなというふうには思いますね。うん、そうですね。そう、無理してその忙しい研修医の時に、うん、その無理して活動する必要があるのかなと、はい、正直思いますから、うん、その焦る気持ちは一旦心をお休みさせてですね、はい、ご自分が、もうちょっとこう専念した方がいいと思う、うん、仕事に、はい、仕事に専念、うん、そんなに急ぐ必要はないと思うので、はい、仕事に専念をして、うん、で、どの科が自分に向いてるのかなとか、うん、そちらに植えておいた方がいいのじゃないかと、まあ思います、はい、でそれから質問であった結婚相談所っていうものは、うん、どのぐらいの頻度で相談所に行くんですかっていうことですけど、うん、おそらくこの、うん、まあ、番組を見てらっしゃるのと、はい、まあ、私をテレビでね、はい、ちょこちょこと見てらっしゃる方は大きな大きな大きな勘違いをしてるんですけど、はい、実際にマリーミーでは、来ていらしてますが、うん、多くの相談所はほとんど行かないです、うんうんうん、ほとんどその相談所っていうところに行って、うん、何かこう相談をするとかカウンセリングをするっていうところは圧倒的に少ないんですね。でよく聞く話では、うん、あのこちらにいらっしゃる方でその2箇所目3箇所目で最後の砦っていうことで、まあ、あの本格的な婚活をしたいとか、うん、今度こそっていうような思いの方でいらっしゃる方が多いんですね、はい、実は8割以上そういう方なんですけれども、うん、でそういう方にまずお聞きするとどこに何年いましたかとか聞くわけですよ、はいはい、でそのところでじゃあ2年いたところでどんなその活動をしてましたか、うん、で2年間の間にそのカウンセリングどのぐらいありましたかとか、はい、うん、それから何人の方とお見合いをして何人の方と交際をして、はい、で新婚交際は何人ですかっていうそのデータが知りたいわけですよね、はい、それがその方のきちんと活動ができたかどうかを聞くんですが、うん、入会して2年間一度待ってませんっていう方が圧倒的に多いです。そのアドバイザーさんに、はい、2年じゃなくても3年でも、はい、1年でも、うん、全く入会の申し込みの時以降は行ってないってことですかね。そうですね。でその時は営業さんみたいな方が出てこられて、うん、でこうあの今だったら安くしますよとか、うん、で今日決めてくれたら何々巻きますよとか、うん、まあ、そういうあの営業トークが多いんだっていうのは聞いてますけど、うん、まあ、そういう形で入りました、うん、でその後アドバイザーと言われる人が、うん、担当みたいな方がつくんだけれども、うん、結局は一度も会ってないので、うん、途中3回も4回も担当の方が変わりましたとか、うん、っていうことをよく聞きますね、うん、で実際にその相談所というところをその会社組織でやっているところっていうのは圧倒的に少ないわけですよね、はい、で全国4000箇所ぐらい相談所がありますけれども、でほとんどのところはあの個人事業主さんでやってらして、はい、自宅でやってる方、うん、もしくはその、サイドビジネス副業として土日だけやってる、うん、でそういう方っていうのはレンタルオフィスを月にねあの1万円とか何千円かで、うん、借りていて、でもそこではカウンセリングは人が聞いているのでできないからっていうことになると、どこかの、まあ、ホテルのラウンジですとか、うん、喫茶店とかそういうところで活動するんでしょうから、カウンセリングをね、うん、するんでしょうから、もうリモートですよ今、はい、うん、そういうとこ借りずにね、うん、あまりよろしくないですよね、うん、外であのカウンセリングをするっていうのもよろしくないので、うん、行くっていうことはあの圧倒的に少ないと思います。じゃあそんなにその結婚相談所の活動、うん、っていうのはそこまで忙しくないっていうか、ないと思いますよ。相談所自体に行くことはそうそうないっていうことですね、うん、で研修期間中でも医師免許もお持ちですから、うん、国試があの受かった後ですからね、うん、で医師というだけで相当モテます、うん、お若いし、はい、24歳5歳6歳ですね、はい、でとってもお若いので相当モテるので、うん、相当選べます、うん、選べるので、うん、別にそんなに年がら年中、うん、どこかにその相談所みたいな相談所に出向いていく必要もないし、うん、
選べますから、うん、セーブできるんじゃないですか。むしろお見合い活動の方が忙しいかもっていう感じですかね。まあ、この番組をね見てらっしゃる方っていうのは頻繁にその相談所に行ってこの方どうですかっていうようなね、うん、すごくアナログなスタイルっていうご想像かもしれませんけれども、はい、多くの相談所っていうのは結婚相談所の連盟に入っていてそこのシステムを使いますので、はい、あまりその行くと、うん、相談所に行くっていうことは通常はないです、うん、あまりない、はい、でもマリミは本当にもう独特ですので、うん、まずその会員さんとしっかりコミュニケーションを取るので、うん、会員さんが来たがるわけですよ、うん、はい、で会ってパワーをもらいたいとか、うん、でその新幹線に乗ってこられたり、うん、飛行機に乗って月に1回ね、うん、来られるわけですよ、はい、だからそれはもうなかなかと費用も大変でしょうから、うん、リモートでもいいですよ電話でもいいですよってお話するんですよ、はい、するんだけれどもなぜかパワーをもらいたいとか、うん、まあおっしゃる方が多いですね、うん、なのでそのスタンスがね、はい、相談所によって様々ですから、うん、行かなくてもいいところの方が圧倒的に多いので、はい、そういうところをお選びになったら頻度は減るんじゃないですかね、うん、そこに書いてありますもんね、うん、なんか月に1回カウンセリングありとかね、はいはい、そう、半年に1回とかね、うん、1年に1回とかね、はい、リモートとかねいろいろ書いてるので、はい、まあ、そういうところを楽な、うん、ご自分にとって楽な、人によってはもう今言ったようにカウンセリング命っていう風にね思っている方多いですから、ちょっと私に夢中ってくださいじゃないですけどね。そうそうですね。で、あとはまあこうファッション見てもらいたいという方もね、うん、いらっしゃいますけれども、はい、まあまあ普通のアドバイザーはファッション見れませんよね、うん、アパレル経験があるアドバイザーってそうそういないと思いますので、はい、そのファッションチェックをするようなところは少ないかと思いますけれども、うん、まあ、よくそのホームページなどをご覧になって、うん、まあ出向かなくてもいいところを選ばれたらいいと思います。まあ、ご自身に合ったね、はい、その結婚相談所であれば、はい、その3点目のお悩みはまあ全然大丈夫っていうところですね、はい、あとその高収入2点目は、うん、その研修医時代はねそのお給料が非常に安いからっていうことなんですけれども、はい、でも最低でも20代の間には結婚したいと考えている、うん、十分できますね、うん、十分できますね、うん、研修医だってストレートだったら24で卒業で26か7で終わってで1年かからないと思いますよ、きちんと正しい婚活をすればね、はい、だけどそこで何か勘違いをしたり何かドツボにはまってですねもっと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 モテすぎちゃってね、うん、そう、うん、もっといい女いないかとかね、うん、でいろいろこう思うことが突然変わって今とても元気なわけですよ、はい、ね、年収が低いんだけど大丈夫でしょうかと、うんうん、とっても謙虚な姿勢でいらっしゃいますけれども、はい、実際活動するとすっごい来た来た来た、うん、20代のドクターガンガン来ますからね、うん、でこんなに来るんだこんなに綺麗な人来るんだ、うん、っていうことでちょっと土地狂っちゃう場合もありますから ね、まあ、そうなったらそうです、ね、もう脱線でどうなるか分かりませんけれども、うん、まあまあもうどんと構えていただいて何の心配もない。そうですね、私生活でもモテるでしょうからね、はいはい、そうですよ、実際この度今月5月に、はい、研修医の、男性と結婚する女性、はい、このカップルが誕生しましたけれども、うん、はい、まあ、全然そんな女性はね研修員だからどうのなんて1ミリも思っちゃいませんよ。もう近い将来相当稼ぐ、そうですよ、約束されてますからね、そう、うん、もう近い将来相当稼ぐだから何って感じですよ、研修医なんてあっという間じゃないって、どうぞ研修医で勉強してくださいみたいな、うん、そうですよね、そんな感じなのご安心ください。そうですね、はい、じゃあちょっとねこの土井中医学生さんも、はい、まあどんと時が過ぎるのを待って、はい、今はね、うん、お仕事に専念していただいて、はい、はい、まあ、その方が幸せそうですね、はい、と思います。はい、マリミーの方では婚活セミナーを行っております。5月の15日13時から行いますので、ホームページをご確認ください。はい、そして植草先生はたくさんのコラムを書いておられます。東洋経済オンラインからは激変日本の結婚、講談社ウィズオンラインからは私を幸せにする結婚、こちらは毎週水曜日に記事がアップされます。その他朝日新聞、テリング、ヤフーニュースなどでコラムを書いておられます。はい、この番組は BIU 日本ブライダル連盟の提供でお送りいたしました。はい、そろそろ時間ですね。お相手は植草美幸でした。ではまた来週この時間をお楽しみに。ごきげんよう、さよなら。